チーム鈴木、山本圭です、今年は55番で走らせてもらいます。 IA2 クラスに参戦しますので、応援よろしくお願いします。まあ、去年チームの皆さんのおかげと、応援のおかげで、初優勝、 IA 上がって初優勝ができたんですけど、まあ自分の力不足というか、本当に小さなミスが原因で、怪我をしてしまって、まあ、本当に、皆さんにも、僕自身にもすごい辛い年だったと思うんですけど、まあその分今年意気込んでるものも大きいし、まあ無理せずに、できる限りのことをして、全力で優勝チャンピオンというのを目指して頑張ります。開幕戦 HSR 九州、第2戦オフロードビレッジと、まあ関東のライダーには比較的に有利かなと思う組み合わせだと思うんですけど、まあそんなん全然関係なく、まあ気持ちも引き締めて、ミスなく、落とすことなく、確実にレースができたらいいなと思います。三原選手には、まあ、すごいなっていうふうに毎回思わせられるんで、まあ、本当に良きライバルで、まあ、ただライバルとか全然もう意識せずに自分の走りができるように今年は戦っていかないと、また怪我もするだろうし、まあ、本当に余計なことは考えずに自分の走りをすることに集中して今年は走りたいなと思います。今まで、まあ、怪我も続いて、まあ、いろいろマシンテストとかもなかなか思ったようにできなかったし、まあ、少し気持ち切り替えるという面で、まあ、海外に行かず今年は日本でできることがまだまだあると思うんで、まあ、今年のシーズンオフは日本で、過ごして、まあ、開幕に向けて調整もできたし、まあすごい良かったシーズンオフじゃないかなと思います。まあ、まだあと1ヶ月もないし、まあ、全力で残り頑張るだけです。怪我もう全然バッチリ治ってるし、ライディング自体もすごい調子はいいし、マシンもすごいよく出来上がってきてると思うんで、まあ、本当にあとは、レース感を取り戻すっていうのと、まあ、それまで無理せずにどれだけの順位に食い込めるかっていうのが、まあ一番キーポイントになるんじゃないかなと思います。まあ、走ってる時はライダーにもうスタッフはもう任せて、もう僕は走らない時はもうスタッフに任せてっていう、もう本当にチームプレーだと思ってるんで、まあメカの剛さん、はじめ、チーム監督も今年はちょっと変わって、
渡辺明さんが今年はチーム監督でやるんで、もうその辺もしっかり、アドバイスも受けてますし、バッチリだと思いますんで、まあ、全力で走ります、応援よろしくお願いします。